衛会が待ち望んでいた瞬間だった。ネットに当たって日本のコートへ。竹下のトスアップからカノーマイコストレートへ。あえて言おう、待たせた女と。カノーマイコ21歳、15歳、なんと中学生で全日本に初招集。その力と才能が早くから注目された日本バレー界の逸材。しかしその後、彼女はすんなりと階段を駆け上ったわけではなかった。その過去に何があったのだ。小学4年生の彼女が書いた文集がある。そこには彼女の夢がはっきりと書かれていた。10年後、2009年新体制となった全日本女子バレーチームに加納の姿があった。彼女にとって2度目の全日本。やっぱり試合とかを見ていると、やっぱり私もあそこに立ってプレーしてみたいなとか、テレビで見てても、その会場に行って応援している時でもやっぱり思いました。彼女が初めて日の丸をつけたのは5年前。15歳の少女は大粒の涙を流していた。あの時はやっぱりとても不安で、オリンピック前のその雰囲気の中に私が一人入れるのかなという気持ちが本当に強くて、体育館に入る前にもう体育館に入れなくて泣いてました。15歳の少女には大きすぎた全日本のプレッシャー。結局メンバーには選ばれなかった。その後は名門八王子実践高校に進学。そして卒業後は久光製薬に入団。その才能は花開こうとしていた。だが2008年、夢のオリンピックを前にして絶望が襲った。その時は本当に悔しかったですね。やっぱりアキレス腱を切った時はやっぱり北京オリンピックの年でしたし、全日本に入りたいなと思って、その年のリーグもこう頑張ろうと思ってたので、最初何が起こったか分からなかったんですけど、だん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 自分の状況が分かってきて、でやっぱりこうもう動けないというか、試合に出ることもできないし、そしたらもう全日本に選ばれることもないし、やっぱりそういうこう悪いことばっかりどん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 頭に浮かんできましたね。そして迎えた2009年。最初聞いた時は正直に嬉しいという気持ちが一番に来ましたね。全日本から声がかかった。あの時から5年が過ぎていた。やっぱり中学生の時に一回選ばれて合宿にも参加させてもらったんですけど、その時はやっぱり自分でもこれでいいのかなというか、私がここにいていいのかなという気持ちが強かったので、今はリーグでも試合に出させてもらって、やっぱりある程度やっぱり試合に出て活躍ができてないと、やっぱりこの全日本という場所には来れないと思うので、そういうところを評価してもらえたのかなという気持ちです。その時と今と一番何が違いますか？やっぱり自信が一番違いますかね。遠回りをして得たものがある。それは自信という名の最強アイテム。決して諦めなかったものは強くなる。みんな全日本を目指してやっぱりやってると思うし、誰もが来れる場所じゃないと思います。やっぱりこうやって全日本というところに選ばれているということは、それなりの
その覚悟と意思を持ってやらないといけない場所だと思うので、その日の丸を背負っているという自覚も持たなければいけないし、その選ばれなかった人たちの分までその代表して頑張らないといけない場所だと思います。ここはカロー、みんなが待っていたその子は世界への挑戦を始めている。それは自分自身の夢を叶えるための戦い。そう、オリンピック出場の夢。実はですね、小学生の頃の4年3組って書いてあるんですけど、文集がちょっと手元に預かってるんですけど、これには将来の夢オリンピック選手ですって4年生の時ですか。そうですね。へえ。これ今ご覧になってどうですか。字が汚い。10年前ですか、これ。夢は変わっていませんか。変わってないですね。これ最後のようにこれからも夢を目指して頑張りたいですって書いてますけど、はい、これはどうですか。そうですね、夢を目指してますね。はい。加納舞子21歳、ずっと変わらない夢がそこにある。だから明日も。はい、ということで加納舞子選手が一番輝く瞬間は夢を持ち続けている時でした。高校時代の大舞台春高バレーでは腰を痛めて思うような活躍ができず悔し涙を、ね、流していた加納選手ですが、この選手がベストな状態で世界と戦う姿を見たいと思っていた方はきっと多かったと思うんです。今回は万全の状態ですから、世界と戦うどんな、ね、プレーを見せてくれるのかというのが非常に楽しみですね。ね、でそして小学生の頃の文集には夢はオリンピック選手になることと書いていましたけれども、3年後のオリンピックで活躍するためにもこのワールドグランプリでぜひ経験を積んでほしいですよね。大事なんですよ、ここで、ね、どういう戦いをできるかというのは。1ヶ月前の、ね、国際大会でも彼女また泣いてたんですよ、うまくいかなくて。でもそれを一つ乗り越えてまた階段を一つ上がって